モトスコキャンプ場でのソロキャンプ。この動画では薪割りから夜の宴を楽しんでいきます。今回ご紹介するお酒は酒粕も美味しいあの地酒です。さあマックスバリュー行ってきました。これでね準備整いましたな。よし、それじゃあね薪割りをやって、おいでポチポチ休んでから宴かな。はい、ということで春八郎です。先ほど薪割りをね終わりまして、時間の方が5時回ったところですね。もうお腹もねさすがにね、あの飛び魚のねラーメン食べてねお腹いっぱいになったはずですけども、お腹が空いてしまいましたので、そろそろね宴を始めていきたいと思います。で今日はね、あの実は日本酒ちょっといいやつをね用意してきまして、宴のね料理のね大半はねその日本酒に合う料理をね用意してきました。でもう一杯目はね、ビールでねちょっとこのカッと喉潤したいなということで、そのビールに合うおつまみ、一品目のおつまみはねビールに合うものを作っていきたいと思います。それを今からご紹介します。メインの主役の材料こちら、朝霧のヨーグルトベーコンです。このベーコンがね美味しい、朝霧のヨーグルトで作られたベーコンなんで、ね、これをですね炒めていくんですけども、まずはこちらアスパラ鼻に入れると痛いやつですね、これはね。これともう一つこちらなんですよね、このするかな、フルーツトマト、これがね、富士山の水が育てたフルーツトマトっていうね、こんなもん多分甘いに決まってるんですよ。これをね使ってねベーコンとアスパラを炒めていこうかなと、そういうことで、1品目のねおつまみを作っていこうと思うんですけども、フルーツトマトねこのまま炒めるだけではもったいないと思って、これ1個ね食べてみます。いただきます。甘い。ベーコンのねこの肉とこのトマトの甘さがねこれマッチするとうまいと思います。では早速作っていきましょう。ヘタまで食っちゃって、すげえトマ汁、トマ汁が。じゃあこのねヨーグルトンベーコン切っていきます。お、すごい、もうすでに柔らかくてこのまま食べたそう。よいしょ、おいしそう。もうこれでいいもん。うわー、このねベーコンの脂が見えますか。国民の皆様、ベーコンの脂が伝わりますか。あ、一個。わあ、もうなんでね、このアスパラとベーコンってこうもう色味から合うんでしょうな。トマト入れます。これはね、トマト甘いからね、非常にこのお肉とマッチしてアスパラも込みで美味しくなると思います。こう。炒めます。おー、このベーコンにねちょっと酒が混じりましたぞ。完成です。トマトとベーコン
とアスパラの炒め物です。神は言っている。美味しそう。真っ赤っかだな画面で見ると。よし、それじゃあ食べていきます。はい、ということでね、このね、ヨーグルトのベーコンとフルーツトマトとアスパラ炒め物、簡単ですけどもね、これね香りがすごい良くてね、このトマトのね汁がすごく染み出て美味しそうですので、いただいていきたいと思います。ということで今宵の宴に乾杯です。鼻歌が歌えてない。いただきます。うまい。ベーコンあれいただきます。うまい、うまい。トマトの酸味がねすごい効いてる。うん、でトマト、さっき生で食べた時の甘さとまた違う甘さがね引き立ってね、このベーコンの油と相まって美味しい。これうまいね。うん、一発目のおつまみにぴったりですね。これねすごくさっぱりしててね、前菜にいいわ、これから飲みますよっていうね序章にぴったりの一品です。うわというわけでね、今夜の一本を紹介していきたいと思います。紹介するにあたり、昼間のね元ブログのパートでこちらの商品、静岡工房の酒まんじゅう飴、これをね紹介して、これが美味しい美味しいって舐めていいまで来たんですけども、そのこのねまんじゅう飴の中にこちら、志田泉の純米大吟醸酒粕使用、志田泉の純米大吟醸の酒粕を使用と書いてあるわけですよね。伊達にねこれをねただ単に舐めてきたわけじゃありませんのよ。ということで今夜の一本はですね、こちら志田泉の純米大吟醸ね、この酒まんじゅう飴に使用した酒粕のそのお酒をお持ちしました。うまくつなげたでしょう。このね志田泉純米大吟醸、金箔のねケースに入ってるわけですよ。開けていきます。じゃかじゃん、こうなっております。発酵も金箔なら、このラベルもね金になっております。志田泉純米大吟醸ね、これは兵庫県産山田錦 100% 使用しております。で精米部合は 40% で、当時は能登のね西原さん当時ですね。そして静岡工房の HD1 を使用しているということで、日本酒度は 3.5、 酸度が 1.3、 そんなに辛くはないかな。やっぱり大吟醸なのでちょっと甘口に仕上げてあるのかなと思いますね。こちらをこれから飲んでいきたいと思います。でね、こう日本酒を飲むにあたりね、やっぱりね当てとなるのはこちらですね、お刺身。お刺身でまずはねいただいていきたいと思います。いただくわよ。それでは純米大吟醸ね注いでいきたいと思います。ではね、志田泉純米大吟醸いただいていきます。極端なこと言うつもりはないけど、この距離ですごい香るんですけど、華やかな香りが、さっきまで香取線香の匂いしかしなかったのがね、もうここで華やかな香りがするの。もうね、もう香りから何か口当たりのまろやかさ、そして喉越しのすっきりさの中に全て芳醇なね、すっごい気持ちのいい香りに包まれてさーっとここまで流れてきます。うーわ、これは大吟醸なんですな。うん、久しぶりに触れたんですけどね、お花畑でね何かを飲んでるみたいな感じが、それは違う、それは違う。うん、すごいね、日本酒としてのね行き着く先
美味しい日本酒はこういうことなんだなっていうのがよくわかるお酒ですね。やっぱりお米独自のお米でしか醸せないその発酵した香り、これがねすごく感じられるねお酒になってます、美味しい。メバチマグロから行こうかな。ではいただきます。届けますな。なんか変な意味ね、すごい華やかな寿司食べてる感じがするねこれね。ただの大吟醸と比べてね、純米大吟醸はねお米独自、お米だけで醸しているのでね、お米のコクもね、非常に伝わってきて、それがねまた料理と合うんじゃないかなって、そういう感じですね印象的にね。では次にね、マダイでいただいていきます。いただきます。マダイこの白身のシャキシャキした歯ごたえがいいね、またねこれね。白身にも合う。いやむしろ白身の方が合うかもしれない、すごいね両方とも透明感がある味でね、すっきり入ってきますね。じゃあねこれからね鮭のねホイル焼き作っていきます。鮭よく無事で、でこれを鮭を置いたらね塩、自分不器用ですから、でキノコ乗せます。えのきです、しめじです、しめじ乗せましたから、そして人参苦労しました、ホイル焼きに欠かせないバターですから、鮭にバターなんて素敵ですね、バターですから。そして最後に乗せるのは何だと思いますか。最後に何乗せる最後に何乗せますか。夢夢なんてとっくに乗せてますよ、レモンですよ。飲めばこれ一人だってじゃないのか、大丈夫かな。レモンをね乗せます、これをね包みます。自分不器用ですから、これで完成です。これをね久しぶりに登場、メスティンすごいな、ぴったりだ、メスティンに入れてね、そして蓋をして蒸す&焼きでいってみます。ということでね今ね、鮭のホイル焼きをねこのメスティンと共に熱していきたいと思います。12、3分を目安にやろうと思うので、12分でタイマーをかけましょう。 Hey Siri、12分でタイマーをかけてくれ。タイマーを12分にセットしました。あんた最高だよ。これねスーパーでね買ってきたシシャモなんですけどね、まさかのメスチンの蓋でマジ温まるというね、こんな活用法もあるんだなっていうのでお届けした春八郎コラムでした。12分経ちましたのでね蓋を開けていきます。お、熱っ、グツグツなってるな。おお、これはしなってますね、全体的にしなりを帯びてますね、こういう感じに仕上がりましたね。熱っ、すごいこのねキノコとこの玉ねぎの香りがね、あー素晴らしい。で、鮭見えますかね。じゃあいただいていきます。よし、それではね鮭のホイル蒸し、蒸し上がりましたのでいただいていきたいと思います。こうなってますね、めちゃめちゃいい匂いがするんですよこれね。
うまい。もう響いたね。今すごい山林にうまいが響いたんだけど、おいしい。で味付けは塩だけなんですよ。でもねすごいうまい。そしてホクホク。シダイズミ純米大吟醸、これと合わせます。これが目的なんです。しみる。やっぱり酒ね、酒と酒バッチリ合いますな。うまい。よりねお互いを引き立たせる感じでね、やっぱりねこの魚に、魚とあとねキノコのねこういう香りとか、それがこっちの香りとねめちゃめちゃ合う。美味しい。これはすごいの？すごいの？ちげえよ。ボーナだよ、ボーナ。